さあ左サイドから中に森川がいる、中村が回ってくるが、池谷シュート打てる、決まってゴール、池谷 J 初ゴール、2点目。後半たまたまアレサルキの怒涛の攻撃、まだ始まって数分の間に2ゴール。ここまで2試合スリーポイントが奪えなかったカバタマアレサルキ、池谷トラップして迷わずシュート、これが J 初ゴールの池谷。今シーズン熊本から移籍しましたこの池谷、 J リーグ初ゴール、大切なゲームで追加点、2点目。さあこの後半に入ってゲームが大きく動いている首位決戦。